どうも皆さんこんにちは。今日は2023年の3月の30日でございますね。木曜日でございます。天気は快晴、気温も22度ぐらいまで上がるということでね、だいぶ4月下旬並みの暖かさというところでしょうか。南紀1号については編成変わらず3両編成でございますね。この編成で前も来ておりました。さあ、3月もですね、30日ということで、明日でですね、まあ大体の日本の会社でしょうかね、年度がね終了ということでね、多分3月の末というのは非常に忙しい時期じゃないかなというふうに思っております。今日はですね、この飛騨3号とまた夕方の名古屋車両区を見て、終了というような形になっております。飛騨3号については8両編成、増結は D203 編成ということで、これはまあずっとですね、まあ、変わってないかなというところですね。飛騨3号が8両編成の時は今は、D203 編成が増結というような形になっております。右側見てもらうとね、飛騨3号すでに到着をしております。8時43分発。さあ、今日は D1 編成、それプラス D203 編成でございますね。向こう側は海賊三重ですね。はい、こちら、そして夕方の名古屋車両区でございますね。8時号の1105と203番。こちらちょっと動きがありました。8時号の1113が姿を現しましたね。84の204番も来ております。飛騨19号編成 D1 編成ですね。はい、キア851101のヘッドマークは改装だったんでしょうかというところがちょっと気になっております。奥側はキア851109と85の5。朝はですね、なんか6両編成ぐらいになっておりましたがね、動画終了で最後までご視聴いただきありがとうございました。